はい、皆さんこんにちは。やっていきましょう、マイクラ実況。私ウームの中地と申します。どうぞよろしくお願いします。はい、でですね、今回ひろきさんお帰りなさいませ。中地すげーよ。何がですか？うるせーよ。うるさくないでしょ。うるさくないでしょ。ひろきさんお久しぶりなので。お久しぶりです。いつもよりも 1.5 倍ぐらいテンション上げてます。やっぱ久しぶりに声聞いたけど、はい、すごいね。え、すごい、どういうこと？すごい、元気がいい。あ、元気ですか？はい、いや、元気ですよ。元気ですよ。元気なんですよ。黄色の靴履いてるし。あ、そうです、そうです。これはあれですね、あの追いはぎした感じですね。スケルトンさんの。スケルトンさんから。そうです、そうです。ここどこ？ここどこ？いやいや、村ですよ。ウー村です、ウー村。ほら、見てくださいよ。周り見るとさ、なんですか？もう昔いた。何ここ？いや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 、何をおっしゃるか。おっしゃるかって言っちゃった、おじゃる丸は。はい、おじゃる丸はですね。何おっしゃるか。まあ、私が結構個人的に作ったやつがたくさんあるわけですよ。これ説明しちゃっていいんですか？いや、もうぜひ。いや、いいですよ。わからない人多いんじゃない？わからない人多いですか？いや、わかるでしょ。これ一個一個。一個一個？だって動画になってないやつが多数だよね、これ。多数ありますね。はい。いや、ちょっとわからないんで、今回は。はい。していただきたい。あ、わかりました。じゃあちょっと説明します。その前に寝ましょうか。よし、はい、おやすみなさい。はい、じゃあまず出ていただきまして、じゃあひろきさん最初どれが気になります？いや、三角の台。三角？三角、ダイヤ。え、ダイヤ？え、これ水面にあるやつですか？そうあ、これは使徒ですね。そうね。確かにモンストとかで最近出てたよね。そうですね、もう期間中私が作った感じなんですけど。何で作ってんの？ガラスと羊毛ですね。羊毛も皆様のコメントからいただいた、あの羊自体を青くして羊毛にして、はいはいはい、でそれで買った感じですかね。繁殖させてから。すごい、これすごいですよね。いや、結構時間かかりましたよ。かかるでしょう。で、中もあれなんですよね、羊毛だとモンスター湧かないと思って真っ暗にしてたらクリーパーが来て爆破されて、うわ、で相当心折れたっていうストーリーがあるんですよ。夜3時ぐらいに。あって、だいぶ心折れましたね、これ。あ、こんな感じでいいでしょう。いいですよね、相当。使徒襲来。襲来、いや、もう退治していいんですか？いや、ダメですよ、何言ってるんですか。いや、これはだいぶ力作ですね。で、その左手にあるのが、はい、あのマックスベイです。マックスベイ。そうですね、はい、これは私が最近レンタルで借りたやつですね。僕はレンタルで借りてみました、ね、あ、マジですか。ダブりましたね。だいぶ感動したので作ってみました。はい、で、こんな感じですね。すごい。で、なんか色付きガラス。はい、そうです、色付きガラスも作ってみました。で、この下の床もちょっとおしゃれにしたんですよね。ちょっとクッキーっぽくないですか？クッキーっぽい。いいですよね。すごい、いちいちベッドがあるんだね。そうです、毎回ここら辺で寝れるように。結構いろんなとこ整地してるんで、で、ここの窓際から使徒が見えるって感じですね。ああ、なるほど。はい、いいじゃないですか。それと、あと、あれ、ひろきさん、あと他どれ知らないですか？うさぎは動画で見たんだよね。あ、そうです、そうです。うさぎはくにやさんと一緒に作ったやつでですね、ちょっと中見てくださいよ。かなりうさぎ繁殖してます。おお。いっぱいいるので。すごい。で、私はここから見物します。すごい。え、なんか寄ってる、次が。そうです、そうです。ちゃんとここの何ですか、木の床のところ以外を、以外っていうか外回りをこの草にしたって感じですね。芝生っぽく。本当ですか？それは失敗ですね。え、テーブルがある。そうです、そうです、ちゃんと作りました。これはあれですよね、階段で逆にした感じですかね。そうです、見通しよくしましたよ。だからかなりかなりいろいろ手を加えてますね。何、中地暇なの？暇じゃない、暇じゃない、暇じゃない。何を言うか。すげえ暇なんでしょ。暇じゃない、暇じゃない。いや、もうあの休みの時にですね。ちゃった。ちょっとやめてくださいよ。ちょっとこれどうやって入れるんだ。あ、もういいですよ。押せばいいのか。いやいや、そんな押さなくていいですよ、無理させなくても。もう脱走しても3、4匹いるんでいいですよ。ですかね。で、ここウサギハウスですね。ウサギハウス、すごい。何この看板、この看板の作り方すらわかんないんだけど。いやいや、作れま
ますよ、ググれば。ググれば。はい。あとですね、こことか、これ羊毛。うわ。これ絵の具みたいな感じになっちゃいましたけどね。こんなに色あるんだ。あります。もう他にもたくさんあるんですけど。いやでもこれは食いたくねえな。なんでですか。青とか美味しそうじゃないですか。やばいでしょ。はい。あと緑と黄色と黒と。紫、ピンク、白、ネズミ色みたいな感じです。すごい。微妙になんかたまに混じってる。そうなんですよ。繁殖した時に、互い柵同士で間でなっちゃったんですよね。間で、すごいプレイだね。ちょっと、やめてください。あの、やめてください。しもいところやめてください。今自分で言ったんじゃん。いや何を言うんですか。いや。あの、ほんと、ダメですって。そんな大人が見る動画じゃないです、これは。そうです。こんな感じですね。で、まだ屋根が完成してないんですよ、こいつらの屋根が。あ、そうなんです。そうなんです。かわいそうで、だから早くやってあげたいなって感じです。はい。あと、スケルトンハウス。これも作ったんですよ。作りました。トラップタワーって書いてある。はい、トラップタワーです。トラップタワー、トラップハウスですね。はい。じゃあこの下に。はい。あれがある。そうです。すげえ。入っていただくとあるんですよ。入ってください。こんな感じですね。ずっと下行きます。すごい。よっぽど暇なんだね。暇じゃないです。暇じゃないです。何を言うか。ではこんな感じとなってまして、これも結構改良しましたね。すごい綺麗だ。はい、綺麗にしました。で、ここから落ちてくるんですよね、スケルトンさんが水に流れて。そうです。すごい。で、落ちてきた時にここで殴り殺すという感じですね。あ、ここに溜まるんだ。はい、溜まります。溜まって経験値も大幅アップという感じで、で、ここにチェストとかにいろいろ入れて、で、いらないあの道具はここに捨てるっていう。ここマグマ流したいんですけどね。はい、いやまあ、そんな感じで結構頑張りましたよ、私。すごい、頑張りすぎでしょ。頑張りすぎました。いやちゃんと動画にしなさいよ、あなた。だって動画にする時間と私がやる時間全然合わないんですもん。撮りなさい。撮りなさい。夜な夜な。嫌です。3時ぐらいにだっけ。3時ぐらいに。あれっすか、じゃあトラップ、あ、今来てますよ、スケルトンさん。嘘。あ、ひろきさんどこ行きました。あ、来た。おお、すごいかっこいい弓持ってる。はい。で、時々こいつが落としていくんですよ。で、ちなみに私がこれ着てるものとか全部追い剥ぎをしたって感じです。はい。すごい。え、レベルいくつなんですか。今私ですか。あ、F1 押すの忘れてました。29レベル。うわー、強い。強いですよ。あ、なるほどね。はい。ここで経験値をアップさせて。ほら、ワクワクしてきたぞ。本当ですか。クリリンも喜んでますよ。多分見てる人もみんなびっくりしてるよ、これ。本当ですか。いやー、ありがたいですね。暇すぎだろみたいな。暇すぎじゃないです。何を言うか。もう何をおっしゃるかっていうと、やめてください。何をおっしゃるかっていう、だからこれも多分視聴者の方は知らないと思うんですけど、私が何をおっしゃるかっていうのは敬語で言ってたにもかかわらず、だからケロロ軍曹の真似してんだろうってヒロキさんに言われた時は、なんかのキャラクターだろうって思って。いや、なんかのキャラクターじゃないですよ。何をおっしゃるか。何をおっしゃるかって。いやおっしゃるかって言いませんか。何をおっしゃいますとか。あ、何をおっしゃいますかだ。あ、そうですね。何をおっしゃるか。武士みたいですね。武士みたいな。はい。投資と、投資とマックスウェイ。投資とって言ったら分かっちゃうじゃないですか、完全に。あ、ちなみに今私ここ設置してます。浮いてる、なんか。あ、そうです、そうです。この超能力みたいなパワーがあるってわけですよ。なんて言うんだっけ、こういう現象。なんて言うんですか。あの、なんかキッチンの扉とかが勝手に当たって開いたり。ポルターガーシト。ですか。これすごくないですか。いや、よかった、ひろきさん寝てください、ここの上で。え、寝れる。これいいですね。浮いてるよ、俺。いいですね。はい、じゃあ皆さんいかがだったでしょうか。マジシャン中地で。はい、こんなハンドパワーを使いながら、酷使しながらこんな感じやってるって感じです。では皆さん、ご視聴誠にありがとうございました。それでは、はい、失礼いたします。バイバイ。これあれ、ひろきさん一回モノマネやった方がいいんじゃないですか。いらない。いや、やった方がいいです、絶対。いらない。ひろ
フさんベイマックスでやってください。よし、はい、じゃあ3ベイマックスまで3、2、1。私はベイマックス。あなたの安全は無理だなこれ。